JPS、ジョンプレイヤースペシャルは、イギリスのインペリアルブランズが生産、販売するタバコのブランドである。略称は JPS。その他香水、シャンプー、洋服、腕時計、ウイスキーなども販売されている。19世紀半ば、イギリスのジョンプレイヤーがノッティンガムにタバコ会社、後のジョンプレイヤーサンズを設立。その後会社は成長し、 息子のジョン・デーン・プレイヤーとウィリアム・グトッカー・プレイヤーが後を継いで運営していた。社名がジョン・プレイヤーサンズになる。アメリカの脅威にさらされ、1901年にブリストルに本部を置くインペリアルタバコグループに買収される。しかし当時のプレイヤーらのブランド、ネイビーカット、ナンバー6、ジョン・プレイヤースペシャル、ゴールドリーフなどは当時のロゴと共に維持された。 第二次大戦中、1941年英軍の間で吸われていた本品が攻防戦により頻繁に倉庫の持ち主が変わった北アフリカ戦線ではロンメル軍に戦利品として陳調されたとの記録がある。その理由としてドイツ製のタバコは包装が悪く乾燥した砂漠では藁のようになってしまったまたはプレイヤーズはうまかったとある。 1970年代前半、ノッティンガム郊外に広く交通の便の良い新しい工場が作られ、ジョン・プレイヤーサンズの看板が残された古い工場は1980年代後半までにすべて廃止された。現在はインペリアルブランズとブリティッシュ・アメリカンタバコが製造している。ヨーロッパではインペリアルブランズとバットが製造している国が混在し、 バットが製造している。チェコスロバキア、スロベニア、エストニア、ポーランドなどでは、インペリアルブランズは、パーカーシンプソン、パーカーシンプソン、略称は、P&S の名称で販売している。エストニアでは2014年にトレンドを、ロシアでは2015年にバルカンスカヤズ・ベズダを、台湾では2016年にボスをリニューアルする形で導入している。 日本でも2014年3月25日にブラックブルーシルバーの3種類が認可されているが3年弱が経過した2017年2月現在でもまだ発売されていない。日本での販売元はブリティッシュアメリカンタバコジャパン。キュージョンプレイヤーサンズ社の製品は JPS のみが販売されている。1986年発売当初のキャッチコピーは黒のマイルド。 1980年代の一時期には白パッケージで真ん中のロゴが黒正方形の JPS マイルドも発売されていたこちらのキャッチコピー白のマイルドインペリアルタバコは1968年より海一のチームロータスのメインスポンサーとなり1971年までは赤と金色のゴールドリーフブランドを使用百七十二年より JPS ブランドに切り替え、1979年と1980年を除き、1986年までロータスを支援した。漆黒と金のピンストライプに彩られた車体は特に印象深く、ロータス79がブラックビューティーと呼ばれるなど、当時の代表的なカラーリングに挙げられる。マシン名もロータス76は JPS マーク、i。 ロータス77は JPS マーク2、ロータス78は JPS マーク3、ロータス79は JPS マーク4と呼ばれる別名を持っていた。市販車を製造するロータスカーズが販売するロータスヨーロッパの1972年に登場した最終型スペシャルでも同様に金のピンストライプが入れられた。その後2011年に ロータスルノー GP が発表したルノー R31 はタバコ広告規制もあって JPS の文字はないもののカラーリングは黒字に金文字と JPS スポンサー時代を彷彿させものとしたただしリアウィングの一部などに赤色を配色している点はオリジナルと異なる2012年にロータスカイ1チームにチーム名を変更した後もロータス E20 E21 に引き続き同様のカラーリングが採用されている。会一以外では2参戦していたロータスエキシージ c ール GT がこのカラーリングを採用していた。日本の全日本会2選手権では中島悟を擁するアイアイスポーツが JPS カラーのマシンでチャンピオンを獲得した。中島は1982年の JPS トロフィーレースで優勝した特典として ロータスの F1 マシンをテスト走行している。ホンダ技研工業との間で商標使用契約を締結し、ホンダイブパックス s の特別使用者として1987年3月17日に発売を開始した。黒字の車体に車輪を金に塗装され、車両の両サイドに金文字でジョンプレイヤースペシャルのロゴを配置したカラーリングである。 1986年シーズンまでルノーチームロータスのスポンサーカラーであった JPS カラーは歴史的にもモータースポーツとの関わりが深いため軽快でスポーティな走りを楽しむ若者向けのクーターであるパックス S に日本国内限定モデルとして販売された当時の国内販売計画では3000台を見込んだ生産を行い10万3000円の 全国標準価格で販売された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。